マコーマックメダルを、受賞できて本当に嬉しく思います。2年前からアマチュアナンバーワンを目指して、ずっと練習してきたんで、こうして目標を達成できて本当に嬉しいです。これまでを振り返ると、ナショナルチームメンバーとして、多くの、海外の派遣試合に、出場したことが、今の、自分を支えているのかなと思います。今後の目標は、海外メジャーで、優勝することが目標です。そして来年に延期された東京オリンピックの出場もまだチャンスがあると思うんで、最後まで精一杯諦めずに頑張って選ばれるように努力したいなと思います。